Innovators, creating the future. ただ飲み込むだけで体外からカメラを磁石誘導して効率的に検査できるカプセル内視鏡の研究。これ胃に見立てて中にカプセル、カプセルが入ってて、あれが胃ナオドですか。そうです。これで誘導できるという。ですけどこんな大掛かりな機械が必要だってことです。うん、だけどそんな高い高額な機械使わなくても、もっと簡便に誘導できるのではないかと。でかつ今まで誰もやったことがないんですけど、口から肛門まで全部カプセルで内視鏡観察ができればそれは素晴らしいなと。スポーツロボットが相手の動きを読む。この動きを人間にどう読ませるか。ロボットの体の作りはどうあるべきか。3つの関節、肩、肘、手首、極限まで腕を軽くするため根本に設置した空気シリンダー1個で肩、肘、手首を動かす。卓球できるっていうことを前提に、そういうプラットフォームのロボットをまず作って、でその上でこうそれを進化させていくことをやらなきゃいけない。生まれて間もない生き物を外見で雌雄鑑別するのは困難だ。ヒナの雌雄を鑑別する際には羽の伸びている長さで鑑別する。羽を見た感じでは見分けがつきにくい。羽の色をハイパースペクトルカメラを使い、光の成分を分析し、特徴が見えるようにする。特徴点となる主翼羽と副翼羽とヒナのボディ、また足やくちばしの3箇所の波形を分析し、映像領域の技術で補色関係である緑と赤に色の割り振りを行い、特徴点の羽を赤く強調させる。AI に映像を見せて羽の長さを解析。雌雄の鑑別をさせる。Y-Fly は重量 30g の超軽量小型飛行体。少ない動力で自重を支えられるほどの空気力を発生させる。旋回飛行、ホバリング旋回飛行が可能。革新的なイノベーターの情報を見たい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。